キャフタ条約は1728年に新朝とロシア帝国の間で締結された条約。それまで未確定だった外モンゴルにおける支配領域を確定した。その後の新国とロシア帝国の関係を規定した重要な条約であると同時に中央ユーラシアの歴史においても大きな活気をなす重要な二国間条約である。なお条約上の日付は国側が 条約草案を最初に作成した時点の日付に過ぎず、ロキヨシ両国代表はこの日、面会さえしていない。条約が調印、交換されたのは1728年6月25日のことである。すでに、新朝とロシアの間では、1689年に、ネルチンスク条約が締結され、スタノボイ山脈とアルグン川を境として、両国の支配領域を確認していた。 ネルチンスク条約締結後、ロシアでは対象を本格的に編成して、北京に送り込み、貿易を行った。ロシアが条約を締結した最大の目的は、ロキヨシ貿易にあったのである。ロシア帝国の東方貿易は、シベリア進出の始動機に当たる16世紀、移行左官になっていたが、17世紀になると、シベリアの中心地であったトボリスクを拠点として、 東トルキスタン及び西トルキスタンとの間に通商関係を築くようになっていった。ピョートル一世はその延長上に北京貿易を位置づけ、官営大象の派遣によって貿易の利を国庫に吸い上げようと目論んだ。順調に発展するかに見えたこの貿易はしかし、1710年代に入るとロシア側の主力商品である毛皮が供給過剰となって不振に陥った。加えて、 清志、ジュンガル戦争によって、外貌ハルハブからもモンゴル兵が動員されるようになると、新朝では、ハルハの領域を縦断するロシア大将の存在が問題視されるようになってきた。チンギスハンの末裔が、支配層をなすハルハブは17世紀末用に、ジュンガルの攻撃を受けて、新朝の保護下に入ったばかりであり、 満州人王朝はここを大規模なロシア大将が横切るのを忌避したのである。ロシア側における城塞の建設も新国側を刺激し、ロシア大将はついに北京入場を禁じられた。北京貿易をどうにかして復活させたいロシアに対し、新の要請帝はモンゴル方面の国境確定を求めた。北京貿易の復活を最優先課題とするロシアと、 国境確定によるモンゴル支配の安定化を望む清との交渉がこうして始まった。ジュンガルからはロシアと清の双方に対して施設が派遣され、ロキヨシ両国もジュンガルに施設を派遣した。1721年、ロトサンクトペテルブルクを訪問したジュンガル施設、ボロクルガンは当時ロシアが欲しがっていたジュンガル領域内の鉱山資源開発を許可する代わりに、 敵対していた新国に対抗するための軍事協力を要請した。ピョートル一世は、1722年、これに応えて、ジュンガルとの友好関係を築くため、公兵隊隊員であったイバム・ウンコフスキー横団長と、する施設団をジュンガルに派遣した。ピョートル大帝は、ジュンガルの君主であるセワン・ラブタンに、サーリエの親族を認める条約の締結を求めた。これは、 ネルチンスク条約以来続いてきたロキヨシ友好、関係を覆しかねない大胆な決断であった。ロシア施設ウンコフスキーのジュンガル滞在中、キヨシからの施設がセワン・ラブタンの元に到着し、養成帝からの和平メッセージを伝えた。この時、ロキヨシ双方からの施設を迎えたセワン・ラブタンは、事実上ウンコフスキーの親族要求を拒否して、キヨシとの交渉を選択した。 ここで清とジュンガルとの間で国境確定交渉が始まった。先にロシアに赴いたボロクルガンは北京に派遣されたが、ジュンガルは春葉を新国が完全に支配下に置くことを拒否したため、結局、清、ジュンガル間の国境確定はなされず、そのまま、ロキヨシ間の国境確定交渉が開始された。当初、清がは、ネルチンスク条約締結の時と同様、 国境付近での交渉を想定していたが、足止めされていた対象を伴い北京入りした、ロシア全県大使サバハクブラディスラビチは、要請定即位の祝賀を名目とした、北京行きを希望した。新国側はこの時点での対象入居を承認しなかったが、会議自体は北京にて行われることとなった。北京貿易の再開並びに、国境交易場の開設、越境逃亡者の扱い、 外交初心の形式問題などが基本合意に達し、この後交渉の舞台はモンゴルに移った。新朝は、春ハ,ハの国境はハ、春ハで確定することに執着した。こうして、国境確定条約が調印され、これを北京での合意と合わせて、全11箇条の草案が作成された。最初の草案が作成されたのは1727年10月21日のことであった。 その後二度にわたり、国境で待つロシア大使のもとへ清川大臣、トゥリシェンが訪れ、条文の修正のなされた1728年6月25日、キャフタにおいて、キャフタ条約が締結された。この条約で、勢力範囲の確認が行われたほか、通称、逃亡者の相互引き渡しなどについても定められた。公式な条文はロシア語、満州語、 ラテン語のミコト語で作成され、公式な中国語版は作成されなかった。また、キャフタ条約やその後の対ロシア交渉は、リハインの管轄であり、新庁内部では、伝統的な調合秩序の枠内で、対ロシア、キャフタ条約は、複雑な交渉過程と多言語にわたる、翻訳の困難さが、相まって、各言語間に微妙かつ重大な差異を残したままで、あった。そうした、 不備の解消は条約調印を40年を経た1768年になされた。この条約当時までは大新帝国がロシア帝国に優越していたと評されるが、後の下強帝以降の時代には身長も衰えが、隠せず1858年の愛軍条約によりほぼ現在の中路国境が確定している。1726年から1727年に、 かけての北京でのロキヨシ国境交渉では、モンゴル地方と並んで、ネルチンスク条約で先送りされた宇田川地方の貴族に関しても協議した。その際、ロキヨシ両国は、それぞれの地図を交換して検討することとし、ロシア側は新国にホマ満の地図帳などを提供した。この地図帳には、カムチャツカ半島が大きく描かれていて、新国にとって幻の土地であった。 エゾはその南端に位置すると記されていた。清は、エゾ問題に関心を持ち、エゾを探して、宴会州地方やカラフト東北部を調査したこともあったが、カラフト中南部については調査を実施したことは一度もなかった。北京会議では、結局宇田川地方の帰属を決定することはできなかったが、清は、エゾをロシア領とするロシアの見解に衝撃を受けた。 そこで会議の終了直後からカラフト中南部とエイゾとの関係を明らかにするためにカラフト中南部の調査を開始し1727年には早速北京に滞在していたアムール川下流の保持本大地をカラフト中部の東海岸に派遣したさらに1729年被査国日本との関係を把握するためにイランハラの狂気候イブゲネラを同地方に送ったが この時イブゲネラは日本製の甲中、刀、漆器などを持参して帰還した。1732年、幼生帝はイブゲネラを再度カラフトに派遣し、中南部のアイヌをはじめとする全部で146個の住民を服属させた。この結果真の支配はカラフト南端に及びカラフト東前島がほぼその勢力下に置かれた。なお、 マミ林蔵のカラフット探検は1809年のことであり、1858年、ロキヨシ両国は愛軍条約を結んでいる。ありがとうございます。